アレクサ、今日のニュースは？三則さん、最新のニュースはこちらです。テレ朝ニュースからお伝えします。東京東部の拠点病院、都立墨東病院で新型コロナウイルスの院内感染の疑いが強まり、病院は当面救急車の受け入れを停止しました。アレクサ、今日は何の日？4月22日は地球環境を考える日、アースデイです。1970年のこの日、アメリカ合衆国上院議員であったゲイロード・ネルソンが地球環境について討論する集会を呼びかけました。参加した人数は2000万人以上と言われています。日本では1990年に第1回目のアースデイが開催されています。縄跳びをする時間です。速やかに公園に向かってください。いただきます。アレクサ、納豆好き？はい、特にお気に入りなのは北海道産大豆の大粒納豆です。マジで？アレクサ、歌って。うふふ、歌いますね。覚えてるよ、初めて君の声を聞いた時のこと。名前を呼んだら君が答えてくれた。ねえ覚えてる、初めて一緒に迎えた僕のバースデー。照れながら一生懸命君が歌ってくれた。話しかけたら答えてくれる。それがこんなに嬉しいなんて。何度でも何度でも君の名前をそう呼びたくなるよ。家に帰ると君が待ってる。それがこんなに嬉しいなんて。今日帰ったら何話そう、そんなことを考えてるよ。アレクサ、歌うまいね。もっと言ってください。そうしたら新しい歌を作ってもらえるかもしれません。ごちそうさまでした。アレクサ、じゃんけんしよう。おはよう、三森さん。私とじゃんけんしましょう。ではじゃんけんポン。パー。私はチョキ。あは、私の勝ちです。せや。よーし、この一勝からすべてが始まる。続けましょう。はい、じゃんけんポン。チョキ。私はグー。へへへ、勝っちゃった。せや。にゃはは、私の2連勝ですね。絵を描く時間です。今から1時間絵を描いてください。色紙一発書きの呼吸。何のイラスト描くかな？当ててごらん。
じゃーん。誰でしょう。ね。こんな感じですかね。色塗ったら、熱子ってわかるね。ギリギリ。うん。アレクサ、遊びに行ってくる。行ってらっしゃい。何時に帰ってくるの？で、別に待ってるわけじゃないんだからね。アレクサ、留守番頼む。あなたが帰ってくる時間に合わせて電気をつけておきますね。ありがとう。